今日はですね、3月30日月曜日ですね、四国に来て、2日目ですね。で今日はですね、天気ということでここに行こうかと思ってます。秘境ロマン紀行、この祖谷渓谷っていうところですね。これ吉野川の源流なのかな、ちょっとわからないですけど、なんかかなり山の中で、あと川下り、それからこのかずら橋っていうんですかね、なんかかなり怖いらしいんですけど、ここに、これから行ってこようかと思います。徳島からだとだいたい100キロぐらいですね。今時間が8時半ちょっと過ぎなんで、まあ、10時過ぎにはなんか着くような感じですね。それでは、行ってきたいと思います。見てください、あの壁にゴリラが固まってます。徳島自動車道はですね、1車線、対向1車線がほとんどですね。ところどころ2車線になるんですけども、ほとんどはこの1車線なんで、結構運転してて怖いですね。ちょっと乗るとですね、隣はもうすぐ対向車線なんで、それからまあ後ろからもですね、速い車がぐんぐん来てですね、煽られたりしてちょっと気になりますね。今徳島自動車道ですね、高速の、上板サービスエリアに来ました。時間は8時半ですね。祖谷渓谷に向かう途中の、サービスエリアですね。徳島自動車道ずっと1車線でしたけど、山の中入ると2車線になりました。ここに地図ありますけど、今日はですね、この徳島の、ここから入ってですね、ずっと来てまだこの辺ですね。今日はずっとこう行ってこう行ってこう行って、それでこの辺からこう、この辺が祖谷渓谷ですね。ナビでは10時半ぐらいには着くって、書いてありましたけどね。1時間半ぐらいですね。距離にして100キロぐらいですね。今日はですね、天気は日は出てるんですけど、快晴っていうことではないですね。ちょっと薄曇りが入ってる天気。ここ景色いいな、ほらすごいな。これ旅人の座頭が書いてありますけど、なんだろう、朝の山々の軒場を吉野川源流に、なんだこれ、ちょっと読めないですね。こんな感じですね。このオブジェが何とも言えずのんびりしてますね。今日は月曜日なんで、道路はですね、市街地は徳島の市内はえらい混んでましたけど、高速はガラガラですね。まあ、観光する人は多分ほとんどいないんじゃないでしょうか。徳島高速道路出てですね、今国道32号小ボケの方に向かってます。桜が満開でですね、あちこち桜がいっぱい咲いてますね。紅葉してたりね。秋はまた綺麗だと思うので、5月も新緑で綺麗になるんじゃないでしょうか。あとここ1時間ぐらいで遊覧船乗り場に着きます。これからずっと山道ですね。今小ボケの JR の駅のとこまで来ましたね。ちょっと景色がいいんで、この吉野川の源流を見てますけど、結構高いですね。これから我々はこの先の
観光船乗り場にあと5キロぐらいですけど、縁日の森、天気はまあ結構いいですね。良かったです。いやーすごいとこですね。ここにも吊り橋あるけど、この吊り橋をちょっと少し真ん中ぐらいまで行ってみます。なかなか怖いですね。いやーこれは怖いわ。これは相当に怖いね。これ足がむずむずしますね。これちょっと捕まってないといられないぐらい怖いですね。すごいね。まあこれだけしか来てないですけど怖いわ。多分このビデオからはですね、この怖さは実感できないかもしれないです。まず板がスキスキになってますね、床面。それで怖いですね。今日はカズラ橋っていうとこを行くんですけども、そこはもっと多分怖いんじゃないでしょうかね。いや怖い。3分の1もいかないところで戻ってきました。怖すぎて。